後ろで見てる人もいっぱいいるのに、ファンの言葉だって大品種が出陣したるは御大将豊臣秀吉様、前田利家、前田啓二、友足軽陣ヶ巣隊、八太郎和之助。我らの演武は15分、演武の後には写真撮影もござりゆえ、最後まで存分にお楽しみくだされ。演武の開始に際しまして時の声を上げてまいりまする。この後、秀吉様のいざ出陣の後に、おーと一声お願いいたしまする。拳を掲げよ。いざ出陣。おー。こんにちは。こんにちは。もっともっと元気な声で、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。拙者名古屋おもてなし部将隊陣ヶ巣隊の勝之助にござります。八太郎にございますね。武将の方々をお助けするため、津々浦々の戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち名古屋おもてなし部将隊陣ヶ巣隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。八太郎よ、なんだ、皆様誠に元気がえ、声が大きいですな。そうじゃのー。しかし、しかし我らの演武これから始まるんじゃが、じゃがもっと大きな声を、元気をもらいたいんじゃが、何かいい方あるかの。ござる。お、なんじゃ。ござるよ、例のあれやってまいろう。あれとは、勝ち時かの。さよう、勝ち時にございます。皆様、勝ち時知っとるよっていう方、手を挙げてみてくださいませ。知っとるよという方、お、半分ぐらいかの。全然おらん。全然おらん。これではダメじゃ。やとろう、わかりやすく説明してくれ。お、かしこまった。勝ち時とは、勝ち戦を願ってあげるものにございまする。右手の拳を、一度下げて、もう一度上げて、一度下げて、もう一度上げて、一度下げて、もう一度上げるというものにございまする。細かいの。その時の掛け声が、えいえいおー、えいえいおー、えいえいおー、というものにございまするゆえ、今から練習いたしますぞ。皆様、右手の準備お願いいたしまする。さあ、それでは皆様全員右の拳をまずは上に上げてくださいませ。さあ、上げとらん方はしらは全員見えております。ありがとうございますの。後ろの方もええですから上げてくだされ。ありがとうございまする。さあ、それでは皆様元気な声で参りますぞ。勝ち時じゃそれ、えいえいおー、えいえいおー、えいえい、おー、ありがとうございます。本番も存分にお楽しみくださりませ。我ら名古屋おもてなし部将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前、
戦国の世と何も変わりません。故に方々はよみがえ、我らはここによみがえ、我らはこの地帯に生きる皆の声を聞いた。一瞬誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここによみがえ、どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか、共に悩もうではないか、共に喜もうではないか、共に楽しもうではないか、共に生きようではないか。我ら名古屋をもてなす招待、はい。
通りどころじゃ写真撮っとけ。名声やるぞ、ほら名声欲しいやってあげろ。わしに惚れるなよ。さあ皆の者、名古屋城を共に楽しんでまいろう。わしが天下御免の歌舞伎者前田圭一。はあ左翼を捨てし文武の将織田家先鋒にして加賀前田家当主前田利家。来い。天下のためのお祝いとなる戦なき世が来たるまで竜のごとき先陣となり父様のみよ。我が名は織田家が一番やり前田又左衛門利家なり。んせいや天皇から天下人へ民に愛されし戦国一の出世頭豊臣秀吉。さあ皆の衆、さあ皆の衆、わしはここじゃ、ここここ後ろ見てちょー、そうじゃそうじゃ、後ろ後ろ、そうじゃここはい皆の衆、わしが見えたら手を振ってちょー。はーい、ありがとうさー。かっこーよっうわ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 わしが上から行こうとしとるのに上から来たらいかんがね。なあみんなもそう思うじゃろ。おれわしの水場取ったら勝て。すいません。しっかりわしの勝ち。おめえたち夢持つならどういりゃ夢持ってちょうだ。みんなの主わしとどういりゃ夢見おまい天国一の主じゃ。わしが最高豊臣秀吉じゃ。はあ。なるほど。勝利の前祝いじゃ。勝ち時をあげお前。はあ。名古屋とここに集まりし皆々の明るい未来に向かって勝ち時じゃ。それ。えいえい。はあ。えいえい。はあ。えいえい。はあ。この国に夢はあるか。この国に情熱はあるか。この国に熱き心はあるか。ゆえに我らは蘇るこの苦しき時を共に歩むために。いや、おめえたち
ち、辛くても暗い顔していかがで、みんなで笑って暮らせるよう、この猿と共に前に進もうではないか。戦国一朝を出世したわしが太閤豊臣秀吉だ。ここ尾張名古屋を世界一の観光都市に立つためよみがえった者の集団でござる。故に毎日この名古屋城に途上いたし、皆と交流を深めておる次第。土日祝日は今見せた演舞パフォーマンスをやっておるわけじゃが、今日はな、何分春祭りということで、春祭りじゃな、いつも以上に皆を和ませるべくやってまいったわけじゃ。なるほど、故に 出店なんかも出とるというわけで。さようさよう、たくさんの出店がありますが、殿下、例えばどんな店がおすすめですか。例えば全部おすすめなんじゃが、まあ、わしの一番の食べ方としては、食べ方、店の食べ物の食べ方、店ではなく、やはり公平を期すために店の名前は出せんのじゃ。故に麦酒を飲みながら全ての出店を回れ。いや、素晴らしい、さすが天下人らしいお考えにございますか。そして今日暑いではないですか。暑いな、慶次郎も汗だくじゃろ。驚きました、やはりこれだけ桜玉まだ満開ではございませぬが、大方も咲いておると。さようじゃな、だいぶこの昨日おとといでだいぶ一気に咲いてな。そしてこんな暑い中ではおすすめのものもござる。なんと氷菓子、現在のアイスクリーム、ソフトクリームなどもこの城内には売っておるの で、そちらも片手にして城内を散策するとさらに楽しめるやも。しかもおじき、こたび名古屋城は夜まで開いてるということで、一日楽しむことができるということ。そうじゃな、ぜひ皆にはここで夕暮れに過ごしてもらいたい。そしてこの春祭りさらに盛り上げるべき我らも何か尽力できんかなと思いまして。なるほど、店だった。いやいやいや、店はまだ早いですな。出しますか。いや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 、我らが最高焼きそば出しますか。最高焼きそば行きますか。いや、何味ですか。白のワール味とかどうですか。それはまた一回企画を考え直してからやりましょう。よし、では、そんなお二方、とっておきのものを用意しました。なんとこれよりは尽力いたすべく写真撮影開始じゃ。撮りたいものも多いので。さようでございます。そして我らから贈り物の言葉が皆にはござる。こちらを開いてまいれ。トトトンドン、ようこそ名古屋へ。改めて皆々ようまいった。名古屋ようまいった。ではこちらいかようにして撮ってまいりましょうか。さあでは三方向に分けて撮ってくれ。まずは正面から参るぞ。はあ、またさ数を数えよう。3つ2つ1つ姉妹じゃ。続いて裏返して、裏返して、はい、1 2 3。ああ、よいよい、姉妹じゃ。続いてはどちらに。こちら参ろう。あ、こちらの者たちは待っており、わしは横に下がりますか。我ら少しこちら目に。はっ、床が綺麗だから、ちょっと持ってまいろ。さあ、お前に3つ2つ1つ、しまいじゃ。ありがとうございます。さあ、そして1 2 3、しまいじゃ。ありがとうござる。では、こちら、大変お待たせ申した。皆の衆で撮った写真は名古屋おもてなし部招待で拡散の方よろしく頼むぞ。では参ります。1つ2つ3つ、し
まいじゃひっくり返し異国の言葉で参る。あ、すまん。うの、どす、たれす、しまいじゃ。楽しみ、ありがとうございました。さあ、では撮った写真は先ほど刑事は申したが、つぶやきなるものでな、我ら名古屋おもてなし部署隊名古屋城ここにありと、こうみんなでつぶやいて我らの情報を拡散いたしてくれ。せ、つきましては殿下、この後なんと、とっておきのものをさらに用意してまいりました。ここなんじゃ、写真撮影第2弾ところで、これよりは我らが舞台上こちらのな、演舞場を一旦開けてまいる。我々下に行くのでそちらで、好きな武将と写真が撮れるという刻を設けてまいる。真ん中におます大将、豊臣秀吉様はこたびは違う戦場があるゆえにな、先に退陣せねばならん。なので写真の対応はわしもしくは前田刑事我がおいと、対応といたすの。この2人のうち好きな方を選んで、我らの後についてきてくれ。旗を持って我らなそっちに行くで、その後についてきてくれ。列の優先事項がございますので、そのまま、説明しておくと、小さな子連れの家族、異国から参りし者、年を召した者、体の不自由な者、そして時間のなき者、こういった皆々を優先いたすゆえ、そちら、列を作る際は協力いたしてくれ。ではな、この場所でこの後、服部半蔵忍者隊の演舞パフォーマンスを行ってまいるので、また皆な、ぜひ我らの写真を撮ったらば撮らぬ者もこの場にて、演舞楽しんでくれ。では以上にございまする。さあ、では皆衆、こたびはありがとうさんじゃ、本文に名古屋城を楽しんでまいれ。それではまた会おう。さらばじゃー。